ハンガリー王国、および、クロアチアの国王。母のエルジェーベトは、ハンガリーに移住した、異教徒のクマン人の族長の娘である。ラースローが7歳に達したとき、彼とシチリア王カルロ一世の参上エリザベッタの、結婚が取り決められた。1272年にラースローは、反乱を起こした領主グトケレドヨアキムに捕らえられ、1272年8月6日に、 父のイシュトバーン合成が母した時にも未だに、ラースローは、グトケレド家によって監禁されていた。成人前に、ハンガリー王位を継承した、ラースローの下では、アバス家、ケイセギ家、グトケレド家などの多くの貴族集団が、ハンガリーの最高権力をめぐって争っていた。1277年にラースローは、後位聖職者、大貴族、中小貴族、 クマン人が出席する集会で青年に達したことを宣言した。また、ローマ王ルドルフ一世と同盟を結び、ボヘミア王をたかる二世に挑戦する。1278年8月26日に起きたマルヒフェルトの戦いでは、ラースローの軍はルドルフの勝利に大きな役割を果たした。しかし、 ラースロー4世は王権を回復することはできなかった。教皇特使であるフェルも、司教フィリッポは、ラースローの王権の強化を支援するために、ハンガリーを訪れたが、ハンガリーに居住する、数千人の異教徒のクマン人に衝撃を受ける。ラースローは、クマン人に、キリスト教徒の生活習慣を、強制的に受容させることを制約するが、クマン人は、 施設の要求に従うことを拒否した。クマン人の側に立った、ラースロー4世は、死教フィリッポによって破門された。クマン人がフィリッポを投獄すると、フィリッポの従者は、ラースローを逮捕した。1280年初頭にラースローは、クマン人を説得する提案を受け入れたが、多くのクマン人はハンガリーからの脱出を選んだ。 1282年にラースローはハンガリーに侵入したクマン人を撃退するが、1285年にはジョチウルスの攻撃を受ける。ラースローは多くの貴族からモンゴルのハンガリー侵入を先導したと非難され、人心が離れていった。1286年にラースローは非エルジェーベトを投獄し、クマン人の愛称と暮らすようになる。 晩年のラースローは、クマン人の同盟者と共に、王国の全土を巡回していたが、力のある、大貴族と司教の権力により強い制約を加える、ことはできなかった。教皇ニコラウス四世は、ラースローに対する十字軍の宣言を計画するが、ラースローは三人のクマン人の資格によって暗殺された。ラースローは、ハンガリー王イシュトバーン五世とイシュトバーンの妻で、 アルクンエルジェーベトの長男として生まれた。エルジェーベトは、ハンガリーに移住した、クマン人の族長の娘であり、イシュトバーンとの結婚に際して、キリスト教に改修した。1264年に、イシュトバーン5世とその父ベーラ4世の間に、武力衝突が起きる。ベーラ4世の側についた、ラースローのバーンナは軍隊を率いて、 ラースローとエルジェーベトが滞在していたシャーロシュパタクを占領し、二人を投獄した。ラースローは当初、トゥローツ上に監禁されていたが、二ヶ月後にベーラ4世の義理の息子である、クラクフコボレスワフ5世の宮廷に送られる。1265年3月に祖父と父が和睦を結んだ後、ラースローは釈放されて、父の元に戻った。 1269年9月、イシュトバーン5世は、シチリア王カルロ1世と同盟を結ぶ。7歳になったラースローは条約に従って4歳の、シチリア王女、エリザベッタと結婚し、翌1270年に結婚式が開かれた。1270年5月3日にベーラ4世が没し、2週間後に、イシュトバーン5世が退官するが、安定した支配を構築することはできなかった。 アンナやベーラ4世時代の有力者であるケイセギ、ヘンリクラ・ラベーラ4世と近い立場にある要人たちは、ハンガリーを出て、ボヘミア王をたかる2世に援助を求めた。1272年の夏にラースローを誘拐した、新たな、スラボニアの番であるグトケレド・ヨアキムも、反逆者の一人であり、捕らえられたラースローは、スラボニアのコプリブニツァの城塞に監禁される。歴史家のエンゲル・パルは、 グトケレドが、イシュトバーン5世に対して、ラースローとハンガリーを2分することを要求する、計画を立てていたと考察している。イシュトバーン5世は、コプリブニツを包囲するが城を陥落させられず、8月6日に、病没した。イシュトバーン5世の死を知らされたグトケレドは、ラースローの戴冠式を開催するため、すぐに、聖ケシュフェヘールバールに出発した。 母くんエルジェベトの半9月3日頃、エステルゴム大司教、セントグローティフュレプは、聖ケシュフェヘールバールで、ラースローに、ハンガリー王冠を退官する。10歳のラースローは、名目上は母エルジェベトの殺生団の貢献を、受けて統治していたが、現実には、ハンガリー王国は、貴族の党派によって支配されていた。同年11月に、ケイセギヘンリクは、 ボヘミアから帰国し、ラースローのいとこである魔鳥のベイラを暗殺する。南の国境に沿って形成されているベイラの広大な所領は、ケイセギ・ヘンリクと彼の支持者によって分割された。また、1273年4月には、オーストリアモラビア軍が、ハンガリーのオーストリアモラビア侵入への報復として、国境地帯に侵入する。オーストリアモラビア軍は、 ハンガリー西部を略奪し、ジェールと、ソンバト兵を占領した。2ヶ月後に、グトケレドは2つの城塞を奪還したが、同年秋に、オタカル2世がハンガリーに侵入し、ジェールとショプロンなどの多くの城塞を占領する。チャーク・ペーテルと、その一派は、グトケレドと、ケイセギを、権力の中枢から排除するが、1274年6月に、グトケレドとケイセギは、 ラースローとエルジェーベトを誘拐した。チャークは、エルジェーベト母子を解放するが、グトケレドとケーセギは、ラースローの弟のアンドラーシュを捕らえ、彼をスラボニアに連れ去った。グトケレドとケーセギは、アンドラーシュの名において、スラボニアを要求したが、9月末に、チャークは、ポルガルディ近郊で、グトケレドケーセギの連合軍を撃破し、戦闘中に、ケーセギヘンリクが殺害される。 チャークは、ケイセギヘンリクの息子に対する軍事行動を、開始すると、ラースローは、チャークペーテルに従軍する。1274年末、ラースローは新たに、ローマ王となった、ルドルフ1世とオタカル2世に対する同盟を結んだ。ラースローは、原因不明の重病にかかるが、病から回復した。彼は、この回復を亡くなったオバノマルギとの奇跡に返し、 1275年に、彼女の劣勢を促すために聖地に向かった。同1275年に、グトケレド・ヨアキムと、チャーク・ペーテルの間に、武力衝突が再発し、ラースローは、グトケレド家の同盟者であるケーセギ家を攻撃するチャークの軍事遠征に参加する。1276年6月2日頃、ブダで行われた貴族の集会において、グトケレドと、 その支持者は、政敵から権力を奪取した。1276年秋にラースローは、ルドルフ1世とオタカル2世の戦争を利用して、オーストリアに侵入する。ショプロンは、すぐさまハンガリーの総主権を認め、オタカル2世は占領下に置いていたハンガリー西部の都市をすべて放棄することを約束した。しかし、1277年に、 ハンガリーで新たな武力衝突が発生する。トランシルバニアザクセン人がジュラフェヘールバールを占領して破壊し、トランシルバニアの死境座とバボニッチ家がスラボニアで反乱を起こした。マルヒーフェルトの戦い1277年4月にグトケレド・ヨアキムはバボニッチ家との戦闘で死亡する。5月に後位聖職者、大貴族、中小貴族、クマン人は 集会を開き、ラースローの成人を宣言し、集会の参加者は15歳のラースローに可能な範囲で、国内の秩序を回復することを承認した。ラースローは、ケイセギ家の領地に侵入するが、勝利は収められなかった。11月11日にラースローは、ハインブルク・アンデア・ドナウで、ルドルフ一世と面会し、オタカル二世に対抗する同盟を確認する。 ハンガリーの王軍がアドリアンのゲレゲミクローシュの要塞を占領した後、1278年の初夏にラースローは、ティサ川沿岸の7つの県のため集会を開催し、反乱を起こした2名の土地の貴族が処刑される。一方、トランスダヌビアでは、ケイセギーバンが、ラースローとその重邸であるベネツィアのアンドラーシュを、競わせようと試みていた。アンドラーシュは、 スラボニアを要求したが失敗に終わり、ベネツィアに帰還する。1278年にラースローは、オタカル2世に対する軍事行動を開始し、ルドルフ1世の軍に合流した。8月26日のマルヒフェルトの戦いで、ラースローの軍は、ルドルフの勝利に大きな役割を果たし、オタカルは戦闘中に殺害される。クマン人の装束を着用した。 ラースロー4世1278年9月22日に、教皇ニコラウス3世は、ラースローの王権の回復を支援するために、フェルモ司教フィリッポをハンガリーに派遣し、1279年、初頭に教皇特使がハンガリーに到着する。特使の調停によって、ラースローは、ケーセギ家と和訳を締結するが、フィリッポは、 ハンガリーの大部分のクマン人が異教徒だと感じ取った。彼はクマン人の族長から異教の習慣を放棄する儀礼的な制約を取り付け、ラースローにクマンの族長たちに制約を遵守させるよう迫った。フィリッポの要求に応じて定寧にで開催された集会でクマン人に伝統的なテント型の住居を捨てて地面に立つ家に移住することを規定する法律が 可決される。しかし、クマン人は法に従わず、クマン人の血を引くラースローも法律を強制しなかった。ラースローへの報復としてフィリッポは彼を破門し、1279年10月にハンガリーに政務禁止令が発せられた。ラースローはクマン人に加わり、正座に訴え出たが、教皇は彼への斜面を拒絶した。 1280年1月初頭にラースローの意を受けた、クマン人は、死教フィリッポを捕らえ、投獄した。だが、ラースローは、トランシルバニアのボイボダである、フィンターバによって捕らえられ、ロランド・ボルシャに引き渡される。事件から2ヶ月以内にラースローとフィリッポの双方が、解放され、ラースローは改めてクマン人を法律に従わせる、ことを約束した。しかし、 多くのクマンはフィリッポの要求を受け入れず代わりにハンガリーから去る道を選んだ。ラースローは移住するクマン人の集団をサランケメンまで追ったが彼らの出国を止められなかった。ラースローはフィンターアバに対する軍事行動を開始し1281年夏にその城を占領する。1282年にクマン人の一団が ハンガリー南部に侵入する事件が起きる。最初9年代期には、ラースローは、人民と王国のために、クマン人と勇敢な、ヨシュワのように戦ったと記されており、ホードメゼーバーシャール兵近辺の報コで、クマン人を打ち破った。1282年末にラースローは、ケイセギ家が領有する、ボロスタイアンコを包囲するが、ケイセギ家の抵抗にあい、 1283年に頭にやむなく包囲を解除する。ラースローは、ケーセギバンと和解し、7月6日までに彼をパラティンに任じた。ラースローは、火のエルジェーベと取り込んし、1283年末には、クマン人の集団の中で生活するようになっていた。1285年1月にトゥラブカト。 野外率いるジョチウルスの軍がハンガリーに侵入する。レゲツなどの多くの土地で現地の軍隊はモンゴル軍に抵抗するが、モンゴル軍の略奪は2ヶ月に及んだ。ラースローのクマン人への課入れは彼の指示を下げ、貴族の多くはラースローがモンゴル軍のハンガリー侵入を先導したと訴えた。事実、1285年9月に、 ハンガリー軍がセペセグで起きた反乱を鎮圧した際、モンゴル軍の捕虜がラースローに従軍していた。ラースローは衣装や髪型など、クマン人の生活様式を好み、クマン人の少女を愛称とした。エステル・ゴム大司教、ロドメルは、クマン人の愛称、アユダを、毒者と呼び、ラースローと彼女が、公の場で成功したことを伝えている。 1286年9月にラースローは、エルジェーベトを投獄し、彼女が得た収入のすべてをアユダに与えた。同月中に大司教、ロドメルは、エルジェーベトを解放し、ブダに、高位聖職者、大貴族、中小貴族を招集して、集会を開き、ラースローを破門した。ロドメルの行為に激怒したラースローは、私は、タタール人の剣の助けを借りて、 エステルゴム大司教と俗司教に始まり、ローマに至る、一切のものを駆除すると言い放ったという。1288年1月に、セッペセグで、ラースローは大貴族に捕らえられ、シズ者によって、直ちに解放された後、大司教、ロドメルと合意の締結に同意する。ラースローが、キリスト教の倫理に従った生活を送る条件で、ロドメルは彼を赦免するが、 ラースローは、制約を破棄した。最晩年のラースローは、土地から土地への返歴を送っていた。高位聖職者と大貴族が、国王から独立した勢力を形成して以降、ハンガリーの中央政府は力を失っていた。大貴族の一派である形跡イバンとその兄弟は、ローマ王ルドルフ一世の子である、オーストリア大公アルブレヒト一世と交戦し、オーストリア軍によって、 ハンガリー国境西部の30以上の要塞が占領されたが、ラースローは戦争に介入しなかった。1290年初頭にベネツィアのアンドラーシュがハンガリーに到着し、ケイセギ家はアンドラーシュをハンガリー王に擁立した。しかし、ケイセギ家の敵対者の一人であるハホとアルノルドがアンドラーシュを捕らえて、アルブレヒト一世に引き渡した。ラースローはイスラム教から、 キリスト教に改修して間もないミゼをパラティンに任命した。教皇ニコラウス4世はラース・ローに対する十字軍の宣言を計画していたが、1290年7月10日にラース・ローは殺させぐ城で3人のクマン人によって暗殺された。ミゼとアユダの兄弟であるクマンのミクロー氏はラース・ローの死の報復として暗殺者たちを殺害した。ラース・ローの死後、 教皇ニコラウス4世の命令により、彼がカトリックの信徒として死んだかどうかを判定する調査が行われた。調査の結果は判明していないが、ブダの年代記には、ラースローはチャナードの大聖堂に埋葬されたと記されている。ありがとうございます。